じいさん、一つ言い忘れてたけどよ、聖帝十字軍の入会金は5万円。好きな言葉は食料。どうも、なにわのひめろくです。いつもありがとうございます。さて本日はいつものお店に戻ってきまして、前回彼女が北斗無双を打ちまして、まさかの一撃2万発という状態なんで来てます。今運気が、来てます。というわけでですね、今日は一応また LINE でもうおすすめの機種が何機種か来てまして、その中で B 花と VS も入ってたんですよ。なんで今日はね、ちょっと午前中用事があって、今11時前なんでね、B 花は埋まってるかなって感じやし、なんかおとついかな、全録やったらしいんですよ、常連さん情報によればね。だから多分 B 花はちょっと罠かなと。なのでバーサスか、まあ、バラエティーコーナーのおすすめもありましたんで、まあ、バラエティーコーナーも打てんのんって言ったらもうクランキーぐらいですしね、もしも埋まってたら、まあ、いつも通りのディスクアップという形にはなると思いますけれども、まあ本日も全身全霊をかけて頑張りますんで、最後までお付き合いのほどお願いいたします。それでは行ってきます。正解
だろ。
かわいい子ちゃんはどこだ。おい、実戦終了ということでお疲れ様でした。まあね、56あるんやったら粘りたいとこですけども、設定に分かんないですね。まあ確かなことは56じゃないってことなんで、なのでまあもし仮に設定にでも1日回してだいたいプラス2万ちょいぐらいでしょ。だからまあほぼまあまあそれぐらい出ましたし、何しろマックスからもう800枚ぐらい吸われてるんでね。
ね、あれからもう全ツッパーも自分はもう用できません。はい、まあね、まあ低設定でもやっぱり甘いっていうのがディスクアップで、まあ、同色ビッグと子役の重複が弾ける日はね、やっぱ固まってああいう形になると、まさにディスクアップらしい実践動画だと思います。やっぱりいつでも打ち出しできるっていうのがいいですよね。昼から来ようが仕事終わりに来ようが、もう運の引き集めみたいな台ですからね。その日同色弾ける日は勝つし、弾けない日は負けるし、まあ、そういう台だと思います。で、まあ状況花火もしかしたら1台あるんかなっていうね、まあ、常連さんが座ってますけども、まあ、バーサスはちょっと死んでましたね。やっぱねこの店ね、ほんと気をつけないとね。まあもう1台ですぐ見切って、朝自分が売ってた B 花はやっぱり、もう鬼のような状態でしたんで、まあ、即刻移動したことが全ての勝因かなと、まあまあ、こういう日もたまにはありかなと思います。前回の動画ではこっからねなんかダラダラと売ってしまって、結局5、600枚減らしてるっていうのが前回の反省点ですんで、まあもう今日はもうやめようと思った時にスッと引くということが大切かなと改めて思いました。皆さんのお考えいかがでしょうか。ぜひ皆さんのご意見コメントでお願いいたします。というわけで、今回はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。また見てね。お疲れ様です。ありがとうございました。